はい、どうも、はじめまして、JJ です。よろしくお願いします。本日、この動画が初めての YouTube 投稿になります。これからプロスピのゲーム実況をしていきたいと思いますので、見ていただけると嬉しいです。では、記念すべき初めての動画なんですが、今日は今、激アツのベスト9タイトルホルダーガチャを100連引いていきたいと思います。いやー、待ちに待った大事なんですよね。本当に豪華な選手ばっかりで、全員欲しいです。選手紹介はね、いろんな YouTuber さんやってるので今回は割愛させてもらうんですけど、今回 JJ の狙いは3人います。坂本大志選手、山本由伸選手、外崎修汰選手の3人ですね。全員欲しいんですけど、この3人が特に欲しい選手たちになります。はい、ではまず坂本選手ですね。坂本選手は3600のショートっていうのが一番の魅力ですよね。例年ショートの追加って遅めなので、3600スピリッツアイブは来シーズンも1年ショートで使えますし、今 JJ ショートの S ランクが松井和夫さんしかいないのでめちゃくちゃ欲しいです。はい、では次が山本選手ですね。山本選手は能力とか特能ももちろん強いんですけど、この中継ぎ適性ですよね。この能力で先発中継ぎどっちも行くなんて化け物ですよ、本当に。まあ、先日の大会とかもリアタイもそうなんですけども、やっぱ中継ぎで山本選手できたらなかなか手出せないので、中継ぎ適性がいつまでついてるか分かんないので、もう来週の後で消えちゃうんじゃないかなとか思ってるので、今のうちに取っておきたいですね。では最後に外崎選手です。外崎選手はこの第1弾の中で JJ 唯一突起はできる選手なんですよ。能力も強いですし、スピンも3600でリーグも即使えるので、外崎選手も狙っていきたいなと思います。あと僕、広角打法大好きなので、もう広角持ちの選手はどんどん取っていきたいですね。はい、それではですね、ガチャに入る前に先にキャラバンの累計いきたいと思います。ここで狙いの3人来てくれると後がめっちゃ楽なので、もう狙っていきたいですね。はい、ということで、それではキャラバンの累計いきたいと思います。いやー、誰来ますかね。お、いつ、おお、いいいいいい。やっぱこの演出よかったらなんかめちゃくちゃいい選手来るんじゃないかって期待できちゃいますよね。さあさあさあ、カットイン入って、割れて、はい、わあ、近本選手。あ、でも近本選手も能力爆上がりしますから全然ありがたいですね、嬉しい。はいはい、ということでガチャに行きましょう。いや、初めての動画撮影なのでちゃんとリアクションできるか心配です。ここは温かい目でお願いします。ではまず10連目からお願いします。で、一応自チームなんですけど、一応坂本選手が一番狙いなんで、坂本選手の自チームジャイアンツにしております。まあ坂本選手出たら次オリックスに変えようかなと思ってます。では行きましょう、10連目お願いします。はい、いやー、10連目から S ランク出てほしいですね。まあでも出ても 50% そっからなので、あれ、しくった。はい、打たない。はい、どんどんにっこりにっこりにっこり。はい、いやー、ないっすかね、 S ランク。間宮選手、高橋選手、いやー、 B ランクばっかりですね。はい、最後メヒア。はい、では20連目いきましょう、お願いします。いや、来てほしい。おー、いい、つけれてるつけれてる、満月満月、いいよいいよ。はい、いいよ、来い、レインボー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 、お、来たー。いいよ、これ S ランク。いや、50%引いて、50%引いて、飛んで、にっこり。はい、一発目、おっしゃ。いや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 、茂木選手、いや、ありがたいです、S ランク入なんで。いやー、でも、50%引けなかったですね。ベスト9タイトルが欲しいですね、一人でも多く。はい、ラスト。はい、あ、今井選手、あ、今井選手、いいですね。今、S ランク、この間取れたんで、検討していきたいと思います。ここはベスト9タイトル1人確定ですね。いやー、坂本選手欲しいですね、お願いします。はいはいはい、
よし、レインボーレインボーいいよ。はい、レインボー、青青、はい、2枚引きはないっすね。これは打って打って、いやーこれマジで打つ気配ないっすよね。本当に打つんかくらいの、いやー2枚引き欲しいっすね。いや A ランクは全然出ないんで A ランクも欲しいっすね。はい、最後誰、うわー鈴木大地選手、いやーなんか楽天引いてますね。はい、では40連目いきましょう。ここ A ランク1人確定ですね。あれ全部そうだっけ。はい、すいません、いきましょう。はい、なんか押ししてレインボーレインボーレインボー来て、レインボーもう一個もう一個、いやいやいや打て打て打て、いや打たないよね。キランもうないっすね。いや A マジ B ばっかりっすね。 A ランク全然出ない。はい、あ松田選手いいっすね。 S ランクあります。おおおおおお、松田選手また松田選手これ超3っすかね。あバーヘーゲン、いや A ランクは出たんですけどね、 S ランク欲しいっす。はい、では50連目いきましょう。いやー狙うし、おーおーおお、来た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 、そしくよし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 、いやーこれ2枚引き欲しいっす。2枚引き、あお、いや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 2枚引きないかな。打って打って打って、いや打たない。んで、はい、キラーン、おい、いやー2枚欲しい。いやまずベスト9にタイトルが欲しいっすね。おー伊藤選手、おい、お中選手、おお大将、おい、うわ鈴木選手かぶりですね、まさかの。もう一枚、あーないっすね。キム選手、いやまさかまさかまさかかぶりましたね。はい、では60年目、ここも一人確定ですね。よし60年目いきましょう。おい、お願いします。はい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 、レインボーレインボーレインボー、よーし、いやいや、なんかえ、おお、演出なんか渋いっすね、ちょっと。はい、飛んで飛んで、キラーン、さて、ボイビーでしたね。はいはいはい、いやーこの確定以外でいきたいっすよね、マジで。うわー全部 B でしたね。10枚目お願いします。おい、おい、石川選手めっちゃ山本選手かもいましたね、めちゃくちゃ。いやでも石川選手もパワーカーブとか強いんでいいっすね。はい、ではもうあっという間に70連目ですね、いきましょう。いやー確定以外全然来ないっすね、もういつも通りのガチャ運の悪さが出てます。いやレインボーレインボーレインボー、もう一個もう一個、いやいやいや来ない、打って、いや打たないよね。はいはいはい、はい、キャンバスです。いやマジで B ランクばっかりですね、 A ランクマジでない。うわ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 、なかなかの引き技ですね、大阪選手。はい、80連目お願いします。いや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 厳しい、なんか YouTube の洗礼受けてますわ。全然引き運悪いですね。初投稿なのに。いやーキャンキャンプだキャンキャン怖いですね。でも演出以外でキャンプ来ることありますんで期待したいですね。いやマジで A ランク怖いですね。 B ランクばっかり福山選手。いや意外にゲントと進む A ランクは引けてるんですけど、基本的に B ばっかりですね。はい、では90連目いきましょう。ここ最後確定なので、いや3人誰か欲しいですね。坂本選手お願いします。はい、いきましょう。おお、調子のレッツゴーじゃなくて絶好調。はいはい、レインボー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 、もう一個もう一個
限界超えて、よしよし、来た、青青青青、打って、打たない。いやー、2枚引きの期待薄いっすね、これ。おい、田村選手。おっ、うわー、山崎福也選手。いやな、悪くないっすね、悪くないっす。意外に欲しかった選手だったんで。まあでも、おー、栗山選手、いぶし銀、あざす、3枚引きっすね、まさかの。うわ、福選手、いやいや、まさかまさか、最後の確定で S ランク3枚いただきました、ありがとうございます。はい、では本日最後の100連目ですね。もうあっという間でしたが、ここでまた S ランク聞いていきたいと思います。お願いします。はい、いやー、渋すぎる。来て、最後来て、いやー、来ない。これ演出全部出したやつだ、これ。飛ばないね。演出なかったですね、最後の最後で演出なしの締めという形ですね、これ。ここで S ランクを引きたい、あ、丸選手。丸選手、これ挑戦ですね、これで。最後。いやー、杉谷選手、なかったですね。いやいや、でも90年目で3枚引けたんで、まあ、よしとしますか、とりあえずは。はい、というわけで、とりあえず無事撮影が終わってほっとしてます。明日からも動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。そして見たい企画などありましたらコメントにお願いします。もう僕、始めたばっかりで、まだ企画とも定まってないので、どんどんいろんなことやっていきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございます。それではまたお願いいたします。